洋産深見港洋産深見港のコンテナターミナルに立ち並ぶガントリークレーン洋産深見港洋産保税港区のゲート東海大橋東シナ海に浮かぶ洋産深見港と上海との間を結んでいる洋産深見港は中華人民共和国上海市歩島新区の東南 30km 沖合の甲州安城市列島の洋産に建設された 新しいコンテナ港湾及びコンテナターミナル。洋山深見港及びその背後にある洋山、保税港区は、太陽山島と小陽山島に属する、島々の間の海を埋め立てて作られた。上海市との間には、長さ 32.5km で、世界有数の長さの東海大橋が建設されている。東海大橋の本土側にあたる歩道新区では、埋め立て地に新都市、 林港新城が建設され、企業誘致が進んでいる。広報校、超高沿いの加工である、従来の上海港は、中国の輸出入量の増加と、海上コンテナ取り扱い数の激増により、限界に達し、年々大型化するコンテナ船も、推進の浅い上海港に入港するのは困難になりつつあった。1995年には、 長江沿岸の外高橋地区に水深10メートルから11メートルという大水深の不頭が建設されたが、長江の航路の深さは10メートルもなく、コンテナ船は満潮時に入港しなければならない。世界各地では、長江型コンテナ船が入れるようにするため深さ15メートルの大水深不頭の建設が進んでいたが、長江沿岸に展開していた。 従来の上海港では大水深の埠頭や航路の建設は困難であった。そこで中華人民共和国国務院は外海の東、シナ海に新たな上海港を建設することを決定した。これにより上海市の南沖の甲州湾にある太陽山島と商用山島を埋め立て水深15メートル以上で世界一の取扱い量を誇る。 最新式の国際ハブ港湾を建設しようというメガプロジェクトがスタートする。洋産深み港の背後の埋め立て地及び橋で結ばれる歩島新区側には中国発の保税地域である洋産保税港区の設置が認可された。国務院は2002年4期に分けた洋産深み港建設事業のうち第1期の着工を決定し、 国家プロジェクトとしての洋産振興建設が始まった。漁村の散在する群島は埋め立てられて、上海市との間に長大橋東海大橋が架けられ、2005年12月10日に第1期部分が開港し、同時に東海大橋と洋産保税港区も共用された。第1期は5つのバースが共用され、バースの延長は1600メートル。 年間220万 TEU の取扱いが可能であった。第2期も2006年末に完成し、ここまでで9バース3000メートル分が強用されている。第3期は2010年強用予定で工事が進められ、7バースが強用される。2012年の第4期完成時点で、バース数は30、年間1500万 TEU 以上のコンテナを取り扱う。 これは日本の五大港合計の2004年のコンテナ取り扱い数をはるかに凌駕する。最終的には50バース、年間2500万 TEU 以上を取り扱うまでに増設する構想がある。洋山深見港は超大型コンテナ船が寄港できるようになったが、一方では東、シナ海海上に建設されているため冬季には暴風で、 不当や大橋がストップすることもある。20年間の総工費は120億 US ドルに及ぶ。洋産、深見港南側の風景。ありがとうございます。